皆さんこんばんは、井口ゆかです。この井口ゆかのトーキングスムスムは、私の住む家にいろいろな方を招いてお話、つまりトーキングしていくラジオ番組です。いやいや、あの先週先々週と非常に騒がしい、もう何が起こってるのかもう多分半分以上わからなかったのではないかと思われる、放送をねお届けしましたけれども、皆さん聞いてくださってありがとうございました。ゲストの日笠陽子ちゃん、あすみかなちゃん、また1年後に来てください。揃ってくるのは1年後で、あの一人一人別でね来てくれるんだったらいつでも本当に来ていただきたいなって思う。いや、2人でセットに来るともうあんなにも騒がしくかしましくなるものかと思いましたね。そして、日付的には私も無事29歳になりまして、ねえ、日笠陽子ちゃんとあすみかなちゃんと山登りに行こう、今すぐ行こうみたいな話してたんですけれども、今のところ予定のあの目処は立っていません。夏中に行けたらいいですけどね、どうなることやらですね。さあさあさあ、今週はですね、先週と打って変わってこの番組でももう本当にしっとりとラジオらしいおしゃべりができるのではないかと思われる、とてもしとやかなお嬢様がゲストに来てくださっていますよ。一体どんなお話ができるのか楽しみです。それでは始めていきましょう、井口ゆかのトーキングスムスム、みんなうちにスムスム。井口ゆかのトーキングスムスム、この番組はクールなグラビアからディープなインタビューまで、オタクカルチャー専門ウェブマガジンにじスタの提供でお送りします。DJ 井口ゆかのトーキングセンセン、ストップレコード GOQR。 さあ改めまして、井口ゆかです。きっとそろそろお客様がいらっしゃいました。どうぞ。お邪魔します。こんにちは、安野清野です。あらら、どうも、ようこそいらっしゃいませ。素敵なお家ですね。 ありがとうございます。よく言われるんです。ちょっとね、窓も大きめで、そうですね、お隣さんとすぐ挨拶できる感じ。こんにちは。どうもお邪魔しています。はいやいやいや、ということで安野清野さんがゲストに来てくださいました。はい、お邪魔します。私ほぼほぼ初めましてですよね。ほぼほぼというか初め、あの少なくとも、はい、アフレコブースの中で、うん、がっつり掛け合いをしたり絡んだことはもう一切ないと思います。ないですよね。でもあの一方的に存じ上げてはおります。私の方もですよ。もう大先輩です。いやいや、何を言う、そんなことないです。まあね、あの私個人的にはあのコムチャットカウントダウンというラジオ番組で、はい、ワルキューレさんがずっとランクインしていたので、もう人気、そうだったんですね、人気曲いっぱいランクインしてたので、一方的にあの歌声だったり、そして雑誌などでお顔を拝見させていただいたり、アニメでお声を聞いたりっていうことはあったんですけれども、ありがとうございます。1対1のラジオ初めてなので、はい、いろいろゆっくりねお話ししていけたらなと思います。よろしくお願いします。もう私の家な感じでくつろいでいただければと、はい、アットホームに、はい、はい、くつろがせていただきますね。いや、しかしね、もうね、あのこのラジオ始まって、はい、いらっしゃるタイミングのそのチャイムが鳴るときに、チャイムを押す仕草をしてくれるゲストさん、はい、なかなかいないです。ピンポンで実際にこう指をツンって押してくれる可愛らしいゲスト様だな。ありがとうございます。もうこれでいい人なんだろうなっていうのが私は分かりました。ちなみに、はい、安野清野さんはせっかくなので、はい、あのちょっとニックネームとか聞いてみてもいいですか。いくつかあるんですけど、まあベーシックなところで言うと清野なので、うん、清野って言っていただいたり、うんうん、あと安野清野なので安清って言っていただいたり、安清、そう、薬局みたいですね、安清。あー、そうですね、うんうん、とか、あとある現場ではそのやってるキャラが夏希っていうので安吉ってなんかボーイッシュなあだ名で呼んでいただいたり、いっぱいある。そうなんです、いろんな現場で愛されてる証拠ですね。あ、嬉しい、うんうん、ありがとうございます。じゃあ私はちょっと今夜はキヨノンと呼ばせていただいてもいいでしょうか。はい、ぜひ。嬉しいです。ありがとうございます。キヨノンって呼ばれてる時が一番女の子扱いされてるなって感じて嬉しいです。そんなどこでもレディー扱いをされる。そっか。
かな。あのね、はい、なんだろうな、なんかね、女子アナ感がある。すごいなんか女子アナ感のような、はい、なんだろうな、ほぼさんのような。ほぼさんですか、うん、怪してくれそう。いいことね、うん、いいってすごいお姉さん感がすごいですけれども、そんなキヨの、はい、7月生まれということ で、 そうなんです、同じ夏生まれ、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。私も井口さんのことを一番強く意識してたのが、うん、誕生日が近いっていうことだったんですよ。ね、近いんだよね。カニさんですよね。カニ座さんです。一緒です。一緒。キヨのが7月の9日、はい、9日です。私が7月11日7月生まれ、この週多いんですよね。あ、本当ですか。そうそう、声優さんだけでも結構ね。ひかささん、そう、ひよっちも、はい、7月16日ですしね、うんうん、ひかささんがもう1週間違いなんですよ、うん、9日と16だから。本当だ。ついこの間、うん、7月かなに現場でお会いする機会があったので、うんうん、誕生日お互い近いしもうすぐですねって話をしたんです。あら、大丈夫だった？ひよっち、ちょっとなんか圧が うるさくなかった？そんなことないです。私その現場でなんかセリフを喋らなきゃいけないときにめっちゃなんか絡んでしまって、うん、喉がうんうんってなって、うんうん、大丈夫かってすごい心配されてたところに、うん、これ水なしで飲めるからって龍角散スティックをくださって、うん、もうすごい優しさの誕生日プレゼントをいただき、ひよさん大好きってなりました。素敵なお姉さんをしている。そう、ひよっちは、はい、ラジオとかイベントだとちょいあのね、はい、あの度が過ぎてしまいますけどもサービス精神のね、はい、だけど現場では本当にいいお姉さんだよね。本当に優しくって、そんな優しい現場で優しい、そしてラジオでは騒がしい、はい、深澤さんが、はい、あの先週このラジオのゲストに来てくれていて、はい、同じ夏生まれとしてこんなことを言ってたんですけど、うん、誕生日が近づくとパワーがあふれる、生命力があふれて、はい、元気にならないってすごい言ってたんですけど、はいはい、共感します。しますね。する。あれ、井口さんは、私なんだろうな、ちょっとひよっちの圧に負けてちょっといやそれはないなってすぐ否定してしまったんだけれどある。なんか、うん、夏生まれだからかもしれないですけど、うん、まあそもそも夏ってきっとね、生命が元気になる季節。そうだね、なんかこう太陽元気、みたいなね、なんかミネラルみたいな、うん、元気みたいな感じあるじゃないですか。生命補給みたいな、はい、うん、しないとね、うん、熱中症のためにね、まあまあまあすごいなんか元気になるっていう感じは私も感じます。へえ、夏はなんかこう、はい、暑くてしんどいみたいなことよりは、ああ元気に外にみたいな感じのタイプ。私割と夏は、うん、なんだろう、すごい重いのが嫌で、体とかが、うんうん、冬って結構コートとか重いじゃないですか。身にまとうものがね、そうなんです、多いからね。 T シャツに短パンで過ごしたい人間なので、ね、もう夏は軽率に、うんうん、スニーカーとかサンダルに、うんうん、なんか T シャツに短パン小娘みたいな状態になることが多いので、薄着の軽装だね、軽率って軽装に軽率に軽装になる、軽率に軽装ラッパーかなねえ、確かに、今日もね、はい、T シャツな感じで、はい、ラフな、なんかこれ、うん、うちのマネージャーの好きなところの服だったらしく、ブランド、うんうん、はい、今日ラジオに来るときにパッとこう会って、うん、あれ安野さん、それ私も好きかもみたいな風にすごい言ってもらって、いいな、マネージャーさんとも仲良し、はい、もうおしゃれなんです、うちのマネージャー。素敵。ある場所ではおしゃれ番長というあだ名が、いいな、いいな。そしたらさ、あれだよね、なんかイベントとかでさ、はい、衣装どうしようってなった時にさ、もうマネージャーさんと交換庫できるよね。交換、いやちょっとスタイルが違いすぎてるね。いや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 、もうめっちゃスタイルいいよ。いやいやいや、もう身長がすごい、もうさらっとしてらっしゃって背も高いので、うん、でもアドバイスすごいくださるんです。いいね、身近にそういう女子がいてくれると、はい、これはみんなちょっと今リスナーのみんなもちょっと今度リリースイベントとか行った時にキヨノもチェックしなきゃだけど、マネージャーさんもチェックしようかなっていう感じになってしまう。マネージャーさんのおしゃれもぜひチェックしてあげてください大変さあ、そんなキヨノ、はい、
なんか資料にですね、はい、趣味日本酒と書いてあったんですけれども、とうとう趣味の欄に書かれるようになっちゃったんですね。あ、これはご自身ではなく誰かしらが書いた趣味の、はい、書いてくれたんだと思います。日本酒お好きですか？好きなんです。あら、私宮城出身でですね、うんうん、まあ、北国というか東北の美味しい日本酒が特に好きでして、うん、おすすめは？おすすめですか、うん、ナンバーシックスっていう、え、そんななんか横文字の日本酒があるの？はい、あの荒政酒造さんのところの割と新しめのお酒なんですけど、うん、すごいもう多分女性にも飲みやすいっていうところで、すごい今時の爽やかな味がします。甘口辛口だと、まあ、いわゆるそういうタイプだとどっちが好き？私は、うん、なんだろう、後味はもったりしない、うん、まあ、辛口めというかさっぱりしてるのは好きなんですけど、うんうん、もう水ってほどさっぱりしすぎず、うん、フルーティーさは残っているのが好きなんです。おこだわりがありますね。それをナンバーシックスだと、ナンバーシックスですね。おー、ぴったりな。ぴったりです。へー、チェックしてみよう。ぜひぜひ。お酒はじゃあ結構飲む？私はでも洋酒系が結構すぐ酔っ払っちゃったり、うん、頭痛くなっちゃうんですよ、うん、なんでリキュールとか、まあ、ウイスキーとかは全然飲めないんですけど、うんうん、ビールとか日本酒、あ、ビールも、まあ、一杯で顔が赤くなっちゃうけ けどなんか前は苦手だったんですけど、うん、最近ちょっとたしなめるようになって、あらあら、キリンの一番搾りの中瓶が一番美味しい。あ、瓶なんだ、はい、瓶好きな女子最近多いのかな。瓶が美味しい。瓶がいいんだ。生でこうジョッキレっていうよりは、はい、生も、いやでも生より中瓶、自分でカッと開けて注ぐのが、はい、そうです。へ、ちっちゃいグラスでチミチミそれを開けるのが好きなんです。それはでもなんだろうな、似合うな。本当ですか？想像すると小料理屋をやってほしい。やってほしいな、はい、しかもなんか瓶だと注ぎ合えるのがまたいいじゃないですか、うん、いいね。日本酒もあの1合瓶とかで、うんうんうん、なんだろう、シェアして一緒に飲んで空いてるよって言って飲み合うのが好きなので、うんうん、多分次会って飲むのが好きなんだと思います。なるほどね。こうみんなで楽しんで、はい、っていうのが先はみんなで楽しむもの。素敵。そんなキヨの、はい、ちょっとじゃあ、ま、もうちょっと私の聞きたいことを聞いていってもいいですか？はい。そうやってお酒が飲むのが好きだったりとか、はい、っていうのもありますが、ご趣味は何かあったりするんですか？あ、趣味に自転車。自転車？はい。へえ。趣味自転車です。結構乗ってるんですか？はい、結構あの都内が多いじゃないですか、現場って、うんうん、 だね、だから現場にあのお仕事に行くときも半径5キロ以内だったら自転車で行きます。すごい。この季節も？はい。じゃあそれはあのママチャリ的なものではなくて、あの本格的なロードバイク的なものだったり？めちゃめちゃのロードバイクとは言えないんですけど、うんうん、まあ街乗り用のシティバイク、ちょっと前傾姿勢になるような、うんうん、早く漕げるタイプの、でも電動アシスト付きです。へえ、そんなのがあるんだ。坂が多いので。そうだよね、結構ね。自転車はいつからハマって2年前くらいに今乗ってるヤマハのビエンタっていうそのシティ用のアシスト付きのを買って、もう乗り心地が良すぎて、もうどこに行くにも一緒っていうぐらいお気に入りの相棒になりました。すごいアクティブお姉さんなんですね。はい、あのちょっと前にもあのセイグラさんっていうとある雑誌でですね、あの自転車と一緒に写真に写らせてもらったりして。愛車と？そうです、自分の。はい、またがっているところを。あらまあ、はい。だってさ、はい、結構先輩方とかでも自転車で現場来る方いるけど、あー、なんかすごい、あー汗かいたって言ってその場でなんかもう T シャツ替えを持ってきてたりみたいな。そこまでですか？うんうん、でも確かに男性とか特にね、うんうん、先輩でもそのあ君も自転車みたいになった時は何度かあるんですけど、うんうん、女の子少ないですよね。少ないね。私が知ってる人でも1人2人ぐらいしかいない。ですか？3人目になりましたか？なった。やった、すごいね。へー、自転車が趣味なんだ。すごい、もう疾走感と風を切る感じが素敵で、うんうん、あの車の免許はまだ持ってないんですけど、うんうん、バイクってちょっとね怖いじゃないですか。そうだね。なんか高速も乗れていいなっては思うんですけど、でもちょっとやっぱ危ないよね、女の子は特にね。はい、うんうん、まったり自転車で休日とか結構乗ってます。へー。そんな意外な一面もあるキヨの、はい、自分を一言で表すとどんな人ですか？一言で表すと
スローライフ。スローライフ。おつまり？割と噛み締めるように何事も楽しめるタイプの人間で、うんうん、あでもなぜかご飯を食べるのは割と早いんですけど、うんうん、でもだらだら楽しむのが好き。まったりさんなんですね。はい。へなので人生はゆっくり楽しもう、まあ、座右の銘みたいなところですかね、うんうん、スローライフを掲げさせていただきます。へなんかでもそのこう座右の銘ではないけれど、はい、スローライフがまさにぴったりな穏やかな空気が周りに流れている。いいな、私もそんな人になりたい。そうですか、うん、なんかずっとせかせかせわしなく生きている気がする。井口さんそうなんですか、うん、私すごいのんびりされた素敵な方なのかなって思ってたんですけど。あ本当にそう見えてるならいいやそれはそれそんないろいろちょっと、プライベートな部分いろんなこと聞かせていただきましたけれども、ここからはですね、はい、キヨノンに書いてもらったものもありますので。あ書きました。はい、ちょっとお家について、まあ住む住むなのでね、はい、お家についてのところも聞いていきたいなと思います。まあそうやって自転車に乗ったりとかするのが好きな、はい、キヨノンですが、お家にいるのは好きですか、はい、それともこうお休みの日は外に出かけるタイプですか。ああ悩んでる。どっちも家は大好きです、うん、本当に今年に入ってから初めての一人暮らしをしてるんです、うん、あらそれまでもう二十うん年ずっと実家でですね、うんうん、お母さんお父さんとねぬくぬく過ごしてきたんですけれども、今年に入ってから今年に入ってからなんです。ってことは宮城から通ってたの。あ違うんです、一応中学ぐらいからも東京に家族ごとびっくりした。そうなんです。へえ。暮らしてたんですけど、うんうん、今年から一人暮らしを始めまして。ついに。そうなんです。ワクワクの、はい、どうですか、ワクワクの一人暮らしは。いやもう物を揃えるのが大変だなと思いまして。じゃあ実家から自分のものを持っていくよりはもう一からこう、はい、一人暮らしの部屋用に。そうですね、机もベッドもタンスも全部置いてきて、うん、なんかもう家で使ってたようなタンスとか置く場所がなかったので。サイズ感は確かにね、実家サイズとだとね、こう今はお休みだってなったら自転車乗るのもいいけど、はい、お家でちょっとまったりみたいなのも。あの土日にお休みをいただけた時は、うん、もう完全に引きこもりますね。平日だと結構その街とかが空いてることもあるから、うん、逆に自転車で繰り出すとかはありますけど、うんうん、家が好きです。へそんな、まあ、いろいろ揃ったばかりの我が家の中で、はいはい、ちょっとこだわってますとか、ここ落ち着くんですみたいなポイントありますか。あーすっごく日当たりがいいんですよ、うん、もう東向きの方にもあって角部屋なんです、うん、そこはこだわって選ばせてもらったんですけど、うんうん、すごい吟味したんだね。そうなんです、東からも入るし、うん、西からも入るんです。でなんかでも本当に熱がこもる&クーラーが設置できないんですよ、リビングの部屋。なんていうか 1DK みたいな感じで間仕切りがあって、寝室の方にクーラーを置いてるんですね。でだからなんか風通しが今が良くなくてすごい暑いんです、うん、大変。だからこだわってシーリングファンのライトをつけてみたんです。ライト、はい、どういうことどういうこと。あのライトでなんかいくつか小粒なのがポポポポっていろんな向き向いてついてくれてて、うんうん、その上にプロペラみたいに回る仕様になっていて、うんうん、それをピッてするとブイーンって回ってくれるんですよ、爽やかな風が、はい、涼しいですよ、すごく。なんか聞くだけですごいおしゃれなお家に住んでそうな、そんなキヨノン。シーリングファンおすすめ。素敵。そんなキヨノンがですね、はい、もう今きっと理想のお家に住めてるかと思うんですがよりもういろんな理想を詰め込んで書いていただきました。理想の間取り書きました。やっぱね、こう物件を見ていたばかりだからか、はい、こだわりがすごいです割とタイムリーな話なのでね、うんうんうん、お家っていうのがちょっとじゃあ見せていただきましょう。はい、こちらです。すごい。これはこれは一軒家ではなく、あのいい眺めが好きなので、うん、できればちょっとね10階以上のちょっと高めな、うん、眺めのいいマンションの最上階2階分をいただいて、うん、最上階2階分ぶち抜きのメゾネットがいいな。あらおしゃれ。はい、で今うちシーリングファンって言ったじゃないですか、うんうん、でもあれ結構高さがあるんですよ。だから、うんうん、天井からすごい迫って
できてて、あ、触れるぐらい危ない。確かにこう天井が高いところにある。そうなんです、うんうん、でそんな普通なのにシーリングファンにしちゃったから、うん、ちょっと圧迫感があってなのでメゾネットの際はぜひあのてっぺんが三角になってるような、うんうん、奥行きのある天井にシーリングファンを垂らして。なるほど、もう本当に上の上の方につけて、はい、上が広いところにつけたいな。なるほどね。そしてウォークインクローゼットが大きめのがあって、はい、こうウォークインクローゼットには鏡がついてる。鏡これいいね、大事かも。あの結構ね、お仕事的にダンスの機会もちょっと多くないですか、私たち、うんうん、ね、場合によっては、うんうん、だからその練習もできるようにその横長の鏡のスペース欲しいなと思って。寝室でそんなレッスンもできちゃう。はい、鏡を 3,4 枚並べたかのような。すごい。そんな鏡、この寝室だってめっちゃ大きいもんね、サイズで言うと。そうなんです。隣にルーフバルコニーがあるんですけど、はい、寝室の隣に30平米、はい、30平方メートルぐらいのルーフバルコニーでグランピングスペースがあったり、はい、ハンモックがあったり、グランピングしたいな。このサイズがルーフバルコニーの場合、はい、その寝室がですね、2倍ぐらいあるので60 、はい、これは広い、はい、広いです。これは踊れる。お風呂もちょっとそこに見える感じだとちっちゃく見えるんですけど。本当だ、お風呂が60ある中でそれって考えると多分結構広いはず。結構広い、しかもガラスの扉で、はい、ガラス張りでこう日差しを受けたらいいなと思って。え、あ、これ、え、あのベッドからシャワールームが見えるやつですか。はい、いやらしい。なんでいやらしい。いやらしいんですか。寝室でしょうか。いやらしいですか。しゃれてていやらしいです。あ、私の考え方がいけないです。まあ、ちょっとじゃあこんなね理想の間取り、はい、いつかぜひこんなお家に住んだ暁にはここでラジオを撮らせてください。あ、ぜひぜひ、あのベランダでベランピングしながら撮りましょう。ベランピング、すごい、グランピングではなくベランピングっていう方があるんだね、はい、テントも張って。すごい立派な理想の間取りでございました。夢は広がります。ありがとうございます。にじスタインフォメーション。このコーナーではオタクカルチャー専門ウェブマガジンにじスタに関する情報をお伝えしていきます。5月に埼玉のメットライフドームにて行われた歌のプリンス様マジラブライブ6ステージ。虹下では熱いレポートを掲載中です。スターリッシュ、カルテットナイト、ヘブンズ、それぞれが見せた圧巻のステージをご覧ください。そして今月のキラミューンカンパニーは木村良平営業部長、お酒担当とのバーベキューで男前度を上げる。日本バーベキュー協会の初代会長まで呼んでしまう本気の取り組み。果たしてどれだけワールドな姿を見せてくれるのか、お楽しみに。さらに神谷浩史、小野大輔のディアガールストーリーズよりオンジエアの発売を記念してお二人へのインタビューも掲載中。これからの DGS についても語ってくれていますよ。この井口ゆかのトーキングスムスムの放送レポート、写真なども掲載されますので、ぜひにじスタにアクセスしてみてくださいね。そしてなんとスムスム1周年を記念して、私井口ゆかと前回のゲストであるアスミカナさん、ヒカサヨウコさんによる直筆サイン色紙のプレゼントキャンペーンを実施中。応募は18日17時まで。詳しくはにじスタのツイッターアカウントをチェックしてください。以上、今週のにじスタインフォメーションでした。Can you guess what we'll listen to next? 井口ゆかのトーキングスムスム、あっという間にエンディングのお時間でございます。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。はがきの手先は郵便番号 105-8000 に文化放送井口ゆかのトーキングスムスム、それぞれの係まで。メールの場合はsumu@joqr.net sumu@joqr.net です。ということで、キヨノン、はい、今日はありがとうございました。いやー、とっても楽しい時間でした。こちらこそです。来週もお付き合いよろしくお願いいたします。はい、ではここでキヨノン、お知らせなどありましたらお願いします。はい、お知らせさせていただきます。私安野キヨノのファーストミニアルバム涙が7月の26日に発売されます。
はい、そしてそのリリース記念イベント、小さな一粒の涙というイベントをですね、東京、名古屋、大阪の3カ所で開催させていただきます。そして一番近い場所ですと、うん、7月の29日の土曜日にですね、うん、ゲートシティ大崎さんで観覧フリーのイベントをやらせていただくのが初めての披露になります。なんと、よければぜひ遊びに来てください、うんうん、そして安野清のファーストライブ、ねえ一緒に歌おうそして泣けが開催されます。もう11月の11日土曜日、昼の部夜の部の2回公演をやらせていただきます、場所は幕張国際研修センターシンポジウムホールというとっても綺麗な場所です、うん、ぜひぜひ遊びに来てください。詳しくはフライングドッグさんの安野清のアーティストページでご確認ください。はい、お知らせいっぱいありがとうございます。来週のスムスムでこのミニアルバムのお話じっくり伺っていけたらと思います。お願いします。来週もよろしくお願いします。では今週はここまで。この番組のお相手は井口優香とゲストの安野清野でした。 See you。 井口優香のトーキングスムスム。この番組はクールなグラビアからディープなインタビューまで、オタクカルチャー専門ウェブマガジンニジスタの提供でお送りしました。